平津ニュースです。9月6日に枚方市駅直結の新商業施設枚方モールがオープンします。新開業エリアの店舗で全77店舗、既存のステーションモールのテナントも含めると約100店舗の施設になります。枚方市駅の東改札口に直結、雨の日でも濡れることなく入店できます。枚方初出店のお店も多数、飲食店だけじゃなく枚方モールが初の出店となるコスメショップや様々なアパレルショップも商業施設に必ずある。ゲームセンターやカプセルトイのお店ももちろん出店。目玉はやはり関西初出店の屋内アスレチック施設とんでみ枚方でしょうか。雑貨店も多数ありますし、仕事終わりにご飯買い物がすんなり終わりそう。近くにはクズハモールもありますが、枚方市に住んでいても若干遠いと感じる人が多いと思います。ここなら割とすぐ行けるのでは。もちろんモールはしごもありかもしれませんね。以上、平津ニュースでした。